よ。おはー。時間を間違えて1時間早くやってます。おはよう。パック中です。目が赤い。まだ多分眠いんだ。おはよう。今日は握手会トーク会は受付は今日のお昼までです。みんないっぱい会いに来てね。おはちかちゃん、あ、コーン茶を遠くに置いてしまった。コーン茶飲んでたのに。おはよう。やば、めっちゃ眠そう。お、二度寝しようとしてたけど気づいてよかったって。私もね、しようかと思ったけど二度寝して大寝坊したらちょっと怖いなと思って、そのまま起きつつ早めに始めてしまった。ちょっと8時からって言ってそれに合わせてくれる人申し訳ない。おはちかちゃん、お、3度寝からの起床の人もいるよ。おはよう。早いね、みんな早起き偉いね。今日も結構もう職場だよって人もいて早すぎ。それは早すぎ。おはよう。ちょっと今時計が手元になくて、まあ15分くらい配信するので15分経ったよって、あ、テロップ出るのか。そういえば教えてって言おうとしたら出るんだった。みんな握手会特会バッチリですか。まずとりあえず1時2時は推しメンのゲットできたかい。9月の追加日程を。あー、今日から1週間ずっとおめ、それな、もう。でもね、なんか雨の音って心地いいよね。あ、これからですって人いたんですけど、じゃあその分いっぱい会いに来てくれるってことだね。お、9月は行く方向で調整してる。ありがとう。来いよ絶対。予定は作るものです、合わせるものですから。ちょっとここ最近でなんかいろいろあって、みんなに会える9月が本当に楽しみだし、こうまた一つみんなと一緒に気合い入れて元気の交換してより一つになれたらなと、みんなの本気も見せに来てね。ぜひ私推しの人だけじゃなくて全然ほらーって遊びに来てね。お仕事行く人行っといてね。行ってらっしゃい。続々とに抜けていってね。ちゃんとおはようっていう挨拶と行ってくるねと、あ、握手会特会取ったよっていう報告をして行ってください。
おはよう。ねえ、はじめましても、ぜひぜひ待ってるので。アイスだ、チョコミント。旦那は誘ったのに乗ってくれません。どうにかして。おお、チカちゃんが悲しむよって。もうサマーツアーも終わった後なのでね、いろいろと、ごめん近くて、いろいろと、感想、夏の感想を伝えに来てね。あと9月7日はやっぱ夏らしくちょっと浴衣を着ちゃおうかななんて思っちゃってるので、私の浴衣はちょっと普段とは色味を変えてみようと今のところ思ってます。お、いろんな人を誘ってるよって嬉しい。ぜひ初めましてもおいで。こうやっていろんな人に出会えるのって特権だよね。9月8日は私服です。でもなんか温度によりきりで、気温か、何を着ようか悩んでるけど、まだ。お、今娘がチカちゃんを呼び指してま、まと叫んだ。間違ってんでって言ってあげて。ちょっとこんな怖いママ嫌でしょ。あ、着付けはできないので安定にやっていただきたいと思います。できるメンバーにお任せしたいと思います。チョコミント、なんかチョコミントと一緒で最近なんか食べれるものが増えてきて嬉しい。なんか生魚も刺身も苦手やったけど食べれるようになったし、パクチーも苦手やったけど久しぶりに食べてみたら食べれるようになったし、みたいな現象が増えてきてんけど、これは私の舌がバグってる？もしかして。あ、そうだね、あとわさびを克服したら大人かな、カニかな。見て、みんな良い子は真似しちゃダメだよ。このパックの貼り方、こんなまばらにならないです。まあ、何言ってこのバック中に話すなって話じゃねえけど、本当はあのこれ朝用バッグだからちょっと密着が弱いけど、夜用だとひったひたなので。あ、からしもねそんな好きではないかな。昨日納豆の日で納豆食べようって意気込んでたのに食べ忘れたっていう話。納豆にからしも入れないな。でも別に入ってても食べるけどいらんかなみたいな。お、今日セブンイレブンの日だって。セブンといえばあれじゃないですか、生チョコアイスじゃないですか。納豆にごま油かけると美味しいよ。お酢も美味しかったな、調味料。おはー、あ、卵黄もいいね、卵。ママちゃんなって食べない。セブンカフェちょっと安いの？コーヒーってこと？あ、買わなきゃっていう風になるのよね、心理。ごま油かけてもね粘り気あるよ、香ばしくなって。あとネギ入れても美味しいし。
あ、もう時間なんで行ってきます、行ってらっしゃい、ありがとう報告。アイスだ。アイスありがとう。おはちかちゃん。うん。ナッツライブの当選が出始めてるみたいです。7月26日。みんな入金忘れずにね。入金忘れて、席が空いちゃってたりしたら、寂しいから、なんか多分当日に入ったりとかはできないからさ、そこはなんか空いちゃったままになっちゃったりするので、何事もそうだお。ちゃんと挨拶してくれてね、会員入ってくれてる人もありがとね。うん、でも私も今締め切りで気づいた、なんか締め切り置いてるやつあるなって思ったのでやろうと。ずっとこの辺が痛くてさ、何やろ、なんかでも何もできてへんねんけど、ここが痛い。握手会トーク会の追加日程分の受付、今日までだよっていう告知配信です。幕張メッセ9月だから多分絶対まだ猛暑暑いと思うんですけど、社務会だったらね、9月7日の浴衣の日一緒にお揃いしようってできるけど、ぜひ来てくれても喜ぶし、長めに来てくれてもいいし遊びに来てね、元気ちょうだい、私もみんなに元気をチャージするので充電。よいしょ。おお。そろそろパックのね、15分だよね、思った。だってパックがちょっとね、乾燥してきたもん。ちょうどね、15分経ったらこのパックが取れ始める。いちごアイスだ。今日もいい日にしような。ポン。お、あれ？まだ連続配信続いてた。もう終わったと思ってたらね。いいことなんだけど。アイス、ありがとう。朝アイス。お時間です。剥がしのスタッフさんがいる。ありがとう。楽しい時間をぜひ過ごしに来てね。待ってます。ちかちゃんでんで。では、今日もいい日にしような。お天気悪いけど、嫌だなって思わずに、今日しかない一日を
バイバーイ。ありがとうね、見に来てくれて、みんな朝早くからお仕事、学校ファイティン、バイバイ。今日はちょっと近めの配信でした。